スマートフォンに最適な三脚です。今回紹介するのは Amazon から届いた三和サプライから出ている iPhone スマートフォンに最適な三脚です。これを買う時にいろいろ調べてたんですけど、これはどうやらスマートフォンだけではなくデジカメやビデオカメラにも使える三脚ということなので、すごく楽しみにしています。しかもこれは値段が安かった。それでは早速開けていきましょう。ちっちゃいですね。では実際に開けましょう。出てきました。これですね。こんな形ですね。ここに挟むわけですね。ここがこう開いて、こうやって置けるってことですね。ちょっとこうぐらつきますかね。まあ、でも大丈夫な感じですかね。ここにこの iPhone とかをこういうふうに挟むという感じですね。これはですね、この下のところを回すと、ここが雲台として取れて、こうやって置いた時にこういう状態で、この雲台をこっち側に向けた状態で固定をすると、こっち側に向けてこう置けるってことですね。なのでここでこう角度を調整するとちゃんと取れるという感じですね。なかなかいいんじゃないでしょうか。ここがこうちゃんと引っかかりがあるので、まあ本当に細かい角度はできないかもしれないですけどね、段階性でちゃんと固定ができるっていうね、いいですね。作りはちょっとプラスチックなのでしょぼいですけど、まあ、でも全然こう手軽に撮影する分にはいいんじゃないでしょうかね。これのですね、特徴は1台で3役の役目ができるっていうところですね。スマホの三脚として、あとはスマホの手持ち撮影として、あとはスマホのスタンドとしてっていう使い方ができるみたいですね。これをこうやってやれば、まあ、手で持って撮影もできると。雲台をこう逆にしてこうやってやると、まあ、自分撮りもこうできるということですね。でですね、僕今回これ買ったのはやっぱここの雲台が取れるっていうところですよね。例えば、まあ、ちょっとこうちっちゃいビデオカメラなんですけど、こういうのを雲台につければビデオカメラが手持ちできるっていう、これもこっち側にすればこういう風に撮れますしね。ビデオカメラはこうやって撮れるので、いらないといえばいらないですけど、でも例えばビデオカメラでも逆向きにしてこういうふうに液晶を見ながら手持ちで自分の撮影ができる、これいいと思います。やっぱりこういうふうにビデオカメラがつけられるっていうのはいいですよね。すごいスマートフォンのスタンドながらも、やっぱ三脚穴があるとすごく便利な気がしますね。三脚穴があるものであれば何でもこう取り付けられるっていうのがね、すごく便利な感じですよね。カメラ周りの道具としてはすごく広がる感じな気がしますね。ここに三脚穴がついてこうやってるんですけど、これ後ろにもついてますね、三脚穴が。ということはまあここでつくんでしょうね。まあ、こう真上が取れるってことですかね。まあ、これでこう上にやれば真上が取れるっていうことですかね。